王者阪神、首位キープ、五ノ瀬ファンの反応。阪神首位固め、ヤクルト最下位固め、チニドラ中立だから好き、中日の優勝にちょっと暗雲だ。こうして見ると結局下馬評通りにやな。阪神巨人広島の三つどもえなのは最初から言われてた通りやね。あとは中日と横浜入れ替わるぐらいで終わりそう。阪神投手あんまりだったように見えたが、それで勝ち切るならまあ強いな。多少中日ってもまだ5割なのはすごい。だんだん予想通りに収束する。ゲラオサイより岩崎の方がええやろ。大竹はまあ今日でも上出来なくらいやけど、岩崎がさすがすぎるな。毎年のことやけど、もうちょい疲労が蓄積してくるまではほぼのおチャンスだよな。やっぱり普通に広島強いのでは。巨人13試合連続3点以下で球団ワースト記録更新。なおその間も勝負敗3分け、5割。ミニマムジャイアンツ。阪神巨人広島でA争い、下馬評同意。岡田采配バッチリ決まったんやな。得点圏森下用やっとる。ショート秋波ダメでも大畑がおるからな。阪神2人使ってショートも任せるのが矢の時代との差かな。ヤクルト結構面倒だな。投手戻ってきたら強いかもしれん。なんか塩見が試合中に行方不明になってたけど。広島が案外強くて草。広島って攻め方うまいしな。新井は前側の弱点見抜いて、前側のとこ飛んだら全部回すって指示出してたらしいし。ヤクルト打線怖えわ。普通のボールならバカ試合量産してたやろ。マーセリーグは開幕前の予想通りになっていきそうやな。パリーグのことは分かりません。開幕当初の弱い弱タイガースは何やったんや。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話など、ファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。